海外で知られてる、うん、でだから向こうのもうライブも、うん、あの何回も海外でライブやったことあるし、はい、で向こうのファンレターみたいな、はい、ファンからいっぱい来てるんで、その向こうの人たちの非常階段のファンはどんな、うん、レコード聴いてる人と実際ライブ見た人との印象はちょっと違うけどね。ライブ見てくれた人の反応はやっぱすごくいいし、よく分かってくれてるっていうか、うん、反応がすごく面白いんだけどね。レコード聴いてる人っていうのはさっきも言ったけど、ちょっと暗い神経質なノイズバンドみたいな印象が強いみたいな。だからライブ見た人はもうイメージが全然変わっちゃったみたいな感じで、すごく面白かった。広重さんは社長もやってるんですよね。アルクミレコードというレコード会社は大阪にありますね。インディーズのレベルだけど、もうまた歴史長く60種類ぐらいの作品出してると思いますね。もちろん非常階段の全部の作品もそのアルクミレベルの、出したもので、他の中心には3体の音楽シーンだけど、他にいっぱいいろんなパンクとか体型とかノイズとかいろいろ出してる面白い会社ですね。
もし明日ライブあったら今日何をしてるんですか、うん、今日はね、今日は別に考えないですよ。そのライブの日の前かな、本番の前ぐらいに、ちょっと考えるんですけど、やり始めると別にね、違うものになっちゃったりとか。わかりました。中にコインが入ってるんですが、はい、これにコンタクトマイクが付けられていて、これをエフェクターにつないで、まあ、違うんですけどね、これがまあメインなんですけど、今は自分の作った楽器ですね。楽器っていうね、欲しいですけどね。さあ、おもちゃですね。まあね、コンパクトなものがいいですからね。はい、ギターとか使うよりはこういうのが好きなんで。はい。パフォーマー、まあ、どんな、あの、こんなアメリカで LP がリリースされたとか、あの、若くて関西のノイズホープともよく言われて、かっこいいですよね。特にあの映像で見た方があ、まあ、ライブの危ない時はあるかもしれないけど、いつも面白いことやってる。短くやるんですから、危ない期間が短いですね、うん、はい。で、あの、最初見たのはソウルマニアで、あの、ソウルマニアの小野さんは、あの、本当はギタリストだからすごいテクニック持ってる、それ珍しいノイズの世界で、あの、で、自分で改造したギター、アブノーマルギターのアブノーマルの弾き方で、あ、すごい、センスのいい音を出してると思いますね。